はい、佐藤あやみです、今日はですね、こちらに愛車のクラウンスポーツちゃんがいるんですけども、今日は愛車の中身ということでですね、愛用品だったり、なんか日常的にとにかく使ってるよみたいな、車に乗せてるよみたいなものを、今回はご紹介していこうと思います。はい、じゃあ早速車の中に乗り込んで、ちょっと運転席側からご紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ車内に乗り込んできました。運転席、助手席側っていうのかな、前の方の座席の方に乗せているものは、一つがこれ初っ端私の推しっていうね、クモビーでございます。これはね、キントのキャラクターなんですけど、クモビーのマスコット人形を置いてます。めっちゃ可愛くない？もうなんか最近私このクモビー可愛すぎて、なんかみんなさ、好きなキャラクターとか推しのキャラクターとかおるやん、まあ、私このクモビーめっちゃ好きで、もう本当にやばいとってで、やばいよね。なんか家族ラインとかにもクモビーの動画をなんかやばくないとかって共有したりとか、写真共有したりとかしてて、うん、で、うちの主人にもクモビーマジやばい、癒されるとか言って、うん、LINE でいない間に送りつけた、うんうん、それで、そしたらこの間ね、ニレイからね、クモビーインスタ始めたけどフォローしとんって言われて、しかもまだ始めたばっか、めっちゃくちゃ始めたばっかのクモビーのインスタのアカウントを見つけて、主人は早速なんかチェックしてるらしくて教えてもらったので、私もしっかりクモビーのインスタもフォローしました。もうなんか可愛すぎて胸がギュッとなる。グッズが販売されていないのでなかなか手に入らないんですけども、あの夢は大きい動くクモビーに会うことです。めっちゃでっかいクモビー、あれ可愛いとって、ちょっとぜひインスタ、ツイッターで見てみてください。はい、そんな感じで、はい、キントのキャラクターのクモビーを乗せてます。クモビーは一緒にドライブしてるので、まあちょっと高速道路とか乗るとクモビーこうなってしまうけど、ちょっとここに入れたりとかね、うん、そんな感じで常に一緒に過ごしております。はい、そして次、ちょっとサッサンの上の方なんですけど、はい、このサングラスのかける収納のものです。で、これが前通販サイトの商品紹介の時に紹介したんですけど、2本一応つけれるようになってて、ここの上のね、サンバイザーのところにこのフックをピッてかけるだけでこんな風にできると、めっちゃ良くない？黒でさ、レーザー調なのですごい車内にも馴染むし、ここ磁石になってるのではめてサングラスだったりメガネだったりね、でピッと、もう夏はこれかなり必須じゃないですか。しかもあのクラウンスポーツってそのサングラスを収納する場所がないというか、どこに収納したらいいのか分かんないみたいな、ここにね、こう多分差し込んでこの耳のここのかける部分っていう風にもできるんやろうけど、安定せんちゃんね、やし、なんか見栄え的にもっとスッキリさせたいなって思っていたので、これめっちゃ良くないと思って、これご利用しのアイテムです。めっちゃいい。なんかこういうサングラス収納とか車の用品のなんだろう、サイトとかでさ、カー用品サングラス収納とかメガネ収納とかやったら多分出てくると思うんですけど、すごいお手頃でめちゃくちゃ使い勝手いいので、これはめっちゃお気に入りです。で、運転席側の上につけてると、ちょっとこう前のめりになった時とかガスって当たったりたまにするけん、あの助手席側の上に最近はつけてるようにしてますね。そんな感じでこれはかなりおすすめです。めっちゃいいですね。じゃあ次、私のこの腰の部分にあるものなんですけど、ちょっと一瞬降りるわ。あとここにもあった、ドアポケットのここ、シマエナガ小銭ケースでございます。シマちゃんも好きなので、私可愛いやろ。ここに小銭いっぱい入れてるので、まあ、パーキングとか行く時とかジュース飲みたいなって時とかはここから開けて使うような感じです。あとはマスクとかも一応入れてますね。こんなむき出しで入れんなって話なんやけどねそしてこちらです、じゃーん。はい、今ね、この腰の部分つけてて、あの下のマットもあって、あとね、ここにね、の一体型になってるものも持ってるんですけど、BRZ にも載せてるって感じで、クラウンスポーツの方にはこれを載せてます。はい、これが X ジェルのものなんですけど、これね、今ね、ちょっとさっきあの紹介しやすいように外したんですけど、後ろにこうしてピッとはめて固定できるような感じで、腰をサポートしてくれるのでめちゃくちゃ良くて、しかも私も X ジェル本当にもう大好きなんですよ。このクッションの気持ちよさ、柔らかさで、すごい腰をホールドしてくれるような感じで、本当にこれはいい。なので長時間の運転の時とかは特にありがたいものなのかなと思います。はい、まあでもその時の状況に合わせて外したりとか、あとはこの下の部分もあるので下だけにしたりとか、そんな風に好みに合わせて気分に合わせてやってるような感じです。今はこの腰の部分、私は一番この腰がね、ここのスペースが本当に嫌なので、そこを埋める感じでこれが一番好きかなっていう推しのアイテムでございます。で、サッサンの方のお尻のとこですね、助手席側のお尻のここにはシート引いてるので、ちょっとそっちも見ますか。はい、これです。こういう風に乗せてます。私助手席に乗ることも多いので
なので私のお尻を守るためにこちら乗せてます。まあでも本当にこれを移動させて私が腰にここつけたりとかもできるし、こっちを運転席に乗せたりもできるしっていう感じで、本当にねこれもうプニプニで超気持ちいいの、やばいよ。まあクラウンスポーツは割とシートがしっかりしてて、すごくあのそもそもがシートがいいので、なのでそこまでクッションとかもそんなに必要ないかなとは思うんですけど、私がねスポーツカーの愛車 BRZ に乗ってるので、そういうシートとかは結構いい。やっぱ腰痛くなったりとかちょっと固めだったりとかするので、スポーティーな車に乗られてる方とか、あとは本当に腰の痛みだったり長時間の運転の疲れとかに悩んでる方は、ぜひ X ジェルのこのクッションたち使ってみてほしいです。ハグドライブっていうね、名前もめっちゃ可愛くないね、そういうシリーズのものなので、ぜひ見てみてほしいなと思います。もう前はほぼないので、あとは車検証だったりとかいろいろ入っててねって感じなので、後ろ行ってみますか。ここちゃん、また同じものがいらっしゃいます。これはあの運転席にあった腰のねあのクッションと一緒に合わせて使うこともできるんですけど、組み合わせてなんですけど、後ろの席に座る人もねうち結構多いので、なので後ろにクッション置いてます。後ろの席ってなんか座り心地があまり良くないじゃないですか、やっぱどの車でも。なので後ろの席ほどこういうの使ったら後ろの人も快適に乗れるんじゃないかなと思います。あっち側行きますか。いや私はですね、あの1時のパパをしておりますので普段なので、もうがっつりそういう母の用品なんですけど、あーちょっと今シートめっちゃ後ろにしとけど、ベビーカー乗せてます。これがマキシコ市のベビーカーで、これもいろいろ調べてこれにしたんですけど、まあ普通にいいですね。あのちっちゃい頃から使えるので、もう今もずっと使ってるような感じです。くるっと回転するので乗せやすいから、スライドドアじゃないタイプの車とかでもすごい使いやすいんじゃないかなと思います。まあ大体のねベビーシートはこんな感じですけどね、くるっと回ったりとか、こう角度変えれたりとか寝そべらしたりとかなんかいろいろできるやん、まあ、そんな感じで、この下にね一応こうほらシートを引いてるんですよ。これあのニレさんがつけてくれたんですけど、座席とかにさ跡ついたりとか、あの汚れっていうのかな、なんかやっぱこういうのくっつけとったらさ、そういうスレとか気になるやん、でもなんかそういうのを防止するためのシートで、このシートの保護シート的な感じで、これはベビーザラスで買いました。こんな感じでなんかすごい生地しっかりしてますね。なのでこれはあのシート守りたい方とかいいかも。やっぱり新車で買うとねシートとかどうしても汚れとか気になっちゃうしっていう部分はあるので、やっぱ保護するためにもこういうものをつけるのありなんじゃないかなと思います。こんな感じですかね。あと後ろか、後ろもうリアルに載せてるものを全部紹介しようと思うので、もう参考になるとかどうこうっていうよりは私のもう本当に日常のお披露目って感じじゃない。あと後ろマジ整理されてないけんぐちゃぐちゃで、あと洗車用品は今洗濯っていうかこう洗ったりとかしてお家に置いてるので全然乗ってないんですけど、あとこれもあります。これもね使い分けれるので乗せてるんですけど、腰のところにここに引っ掛けて上のヘッドレストのとこにで、ここに腰までホールドしてくれる。でここがね腰ちょっとほら控えめのポッコリなので、さっきのものよりちょっと控えめな感じ、これも乗せたりもしてます。助手席に使ったりとか、そんな感じで使い分けれるのでね、常に乗せてるっていうような感じです。もういろんな形置いてさ、いろんななんか悩みの時に使ったりとかね、なんかあれよね、なんか隣に乗る人にもさ、今日どう体調、腰どうみたいな、お尻痛いとか言ってさ調子聞いてね、調子聞いて、それに合わせて、あじゃあこれやねできるやん。でもこれは BRZ にちょっと乗せようかなと思ってて今、まあでもこれどうしようかな、迷うよね。なんか全商品いいから、どれが一番いいかとか選びきれんよね、全部使いたいよね、もはや。ほんと気持ちいい。 X で触ってさっさ、マジ気持ちいいよねこれ。家にもあるんでさりげなくプリプリ、日頃からね。で、あと傘でしょ、で傘が置いてあって、あとこれなんかベビーカーとかにつけれる、なんかスマホつけて動画とか見せれるようなやつだったり、あとは服系のシート、これ大量に服ピカ、なんかストック癖あるんだよね私、車の用品ツヤ出しとか虫取りとか、高速道路走ると虫がすごいついたりするので、手軽になんか取れるようなものだったりとか、まあコーティングしてるんでほんとさっと拭くだけで取れちゃうからすごい楽です。あとはなんかブランケット的なものだったりとか、もうマジ超日常って感じよね。あとはベビーカーを乗せてますね常に。でやっぱりベビーカー乗せたりとかするので、こういう保護してくれるようなものはオプションというか、そういうのでつけてます。このマットいいです、あんまりこう汚れを気にせずね、使えるっていうのがすごいいいなって思うので、ほら全部についてる、ここら辺とかにも、でこのカバーはすごいいいですね、良さげですね。そんな感じかな、まあ、超プライベートな感じじゃない、
参考になるかわかんないんですけど、まあそんな感じでなんかこう車の中身とかね紹介したりとかもちょこちょこ今までもしてたので、まあまたなんか BRZ と雰囲気違うような感じかなと思います。そんなに納車してすごい経ったわけじゃないので、これからもうちょっといろいろと中をね快適にするためにいろんなものを増やしていこうと思うので、まあその度に皆さんにまた車の中身的な感じで紹介できたらなと思います。はい、というわけで今回は愛車クラウンスポーツの中身をご紹介してみました。まあ本当にさっきも言ったんですけど、まだシンプルな状態なので物増やしたいんですけど、増やしすぎるとねごちゃごちゃするしさ。だけど、本当に快適にできるようなアイテムとかおすすめあればぜひ教えてください。はい、そんな感じで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で。